雫石高等学校による上小牧の三叉踊り中入り葛根座田植え踊りです。それでは演目の紹介をお願いいたします。皆さんこんにちは。私たちは岩手県立雫石高等学校郷土芸能委員会です。現在3年生8名、2年生4名、1年生4名の計16名で活動しています。私たちは普段雫石町に伝わる伝統芸能を中心に活動しています。本日披露させていただく演目は上小牧の三叉踊り中入り葛根座田植え踊りです。それでは三叉の昔語りからお聞きください。むかーす盛岡の城のあたりさ、羅刹木てへうおぬが現れなど。羅刹木はさまざまな悪さして村の人などを苦しめたけど、困った村の人たちは三井大権現様さおぬたえずを祈願したんだど。権現様は早速おぬを捕らえてこらすめで、ぬどと現れねってへうするすね。境内の大きな三石さんおぬの手形を指したのが岩手ってへう地名の由来なんだと。そして喜んだ村の人たちは三石の周りをさんさーさんさーと踊り回ったのがさんさ踊りの始まりだとさ。
ありがたく太鼓を打ち鳴らすか否や、雪の中をも恩いとえもなく、ご見物様方にははるばるご来がなしくなさるだ。誠にありがたく体験しご存じ立てまつります。ここをもとにおきましては中踊りをご覧に供します。まずはそのため口上さよ。Thank you.
雫石高等学校の皆さん、ありがとうございました。